Sou forte, como o gorila. The Hyper Gorilla, Antonio Silva. Antonio Silva.195cm 140kg 規格外の肉体と超特急のパワーを武器にヨーロッパを席巻。総合格闘技ですでに2つのタイトルを手にしている。瞬き厳禁、人類を超えた猛獣が今宵リングごとぶち壊す。 Eu vou te derrubar com a minha força de gorila。Heroes Super Fight Kaishin of Georgi vs. Antonio Silva. Get. Round 1! Fight! 第1ラウンド超ド級バトル。1ラウンドファーストコンタクトは最初はギョルギーが出していきました。パンチできますね。ギョルギーがまずはパンチを出していきました。シューバーは今回は足技も磨いてきたと言っていますが、なんといっても勝ちパターンはテイクダウンからのパウンド、馬乗りになって相手の顔を潰していくという勝利の方程式がありますが、ゲオリーが左のジャブを出していきます。ゲオリーは気についたらいいと思うんですよね、はい、逆に言うと、さあなかなかシューバーがテイクダウン取れません。タックルに行けない。ゲオリーが組みついてきました。10万。さあ冷静に様子を見てる感じですけどね。シューバも今日は最初から、あ、今出しましたね、この右のローキック、今回はキックを鍛えてきたというふうに話していましたが、さあこの超ド級バトル、あのシューバの蹴りで、おっと右ロック、ものすごいでかいんですよね、2発顔面にパンチが当たりました。この本当岩のような手ですよね、拳、本当パンチ力あると思うんですよ、手の大きい人ってやっぱパンチ力ありますからね。140キロのその体重をもうこの拳に乗せていきます。おっとボディ左フック、あっとダウンだ、ダウン、そして今乗り、今回は内ラウンド、今回も内ラウンド、ザ・ハイパーゴリラアントニオ・シーバー左フック一戦、ものすごい勝利です。アントニオ・シーバーの KO 勝ち。いやー谷川さん、全てここまで1ラウンド、そうですね、ド迫力ですよね、ド迫力。ただあのゲオルギー選手はねレスリングの選手なんで、もうちょっとタックルでテイクダウンとか見たかったんですけどね。そうですね、さあ船木さん、はい、このパンチなんですかね、序盤からですね、シューバ選手、ゲオルギー選手のパンチよく見てましたね、でゲオルギー選手がパンチを打つときに顎が上がる癖があるんですよ、はいはい、ですからやっぱりあの顎にもらいやすいなっていう風に感じてました。ということはパワーだけではなくて冷静にこの戦略を運んでいくと、ね、しっかりとあの、シューバー選手の方が、試合を、指導権握ってました、ね、なるほど、はい、この左フックです。140キロの体重が乗りました。さすがのレスリングロシアチャンピオンゲオルギーもたまらずダウン。1分飛んで8秒です。1分飛んで8秒で KO 勝ちを収めました。ザ・ハイパーゴリラアントニオ・シューバーです。